Hello, hello, it's me, Edith again. How is everyone doing? We have Watanabe-san. はい、皆様こんにちは、リビングリッシュ始めましょう、リビングリッシュとは住むというリブ、英語のイングリッシュを合わせた造語で、日本で唯一の住み込み型英会話スクールイングリッシュハウスの代表、私渡辺秀和と Edith です、がお届けする番組です。はい、では今回も最後までお付き合いください。さて、今回も始まりましたリビングリッシュ。この番組は国際化に不可欠な英会話を気軽に楽しく、ちょっとでも興味を持ってもらえたらなと。そしてですね、イーデスのネイティブの英語のリスニング練習もしながら楽しんでください。ということで、本日も素敵なゲストをご紹介していきましょう、KEC 日本語学院、からですね、松永先生来ていただいています。はい、こんにちは。英語大挨拶ですね。はい、はい、もちろんです。I'm Hiroki Matsunaga. I work for KEC Japanese Language Institute. Our students study hard Japanese language to be a Japanese teacher. If you want to be a Japanese teacher, please join us. 今日もよろしくお願いします。素晴らしい。え、なんて言ったんですか。なんて言ったんですか。え、英語が上手すぎて皆さん、あの聞いてる人どうぞ。僕 KEC で勤めているんですけども、うちの生徒さん一生懸命日本語勉強してあります、はい、日本語教師になるために、はい、よかったら皆さんも先生になりたかったら KEC に来てくださいね。あ、と素晴らしい言わせていただきました。はい、ありがとうございます。で、今日はあの卒業生の方を連れて来ていただいた。 でそこで一生懸命勉強して、はい、今日本語の先生として京都で活躍されている山下先生です、はい、よろしくお願いします。お願いします、はい、では、まあ、山下先生、自己紹介を。はい、はい、じゃあ、スラマラン、これインドネシア語です、ね。My name is Harissa Yamashita. I'm a Japanese language teacher. I teach foreign studentsvarious countries, come from various countries. For example, China, Vietnam, and Indonesia, and many, many. My hobby is singing. Singing, yes. However, it's only old Japanese song. My favorite song is group sound songs. Maybe you...Don't know. I know. You know. 世代ですね。素晴らしい。いや、ちょっと日本語でもぜひ、はい、皆さん。はい、こんばんは。私は山下ハリサと申します。はい、私は、日本語教師をしています。はい、私の学生はいろんな国から来ています。例えば中国、ベトナム、インドネシア、その他いろいろですね。で、私の趣味は歌うことです。 でも私は、古い日本語の歌しか歌いません。グループサンズとかご存知ですか。多分松永先生だけ知ってます。そうです、なんとなく知ってますよ。はい、あ、そうです、はい、オンタイムで見てました、はい、ありがとうございます、はい、ではですね、この番組はですね、いいですから英語で質問をしますので、インドネシア語でもいいですし、中国語でもいいですし、英語、日本語、何語でもいいので答えていただければと思います。よろしくお願いします。はい、ではいいです。First of all, you have very, very clear Japanese. I'm sure you're a very, very good Japanese teacher. 今いいですかね、はい、すごい聞き取りやすいクリアな日本語だと、はい、もちろんとってもいい先生なんでしょうねっていう。Yes, yes. はい、テレマカシー。テレマカシー。Okay, so questions. はい。So where have you been so far? はい、where have you been so far? で、どこに行ったことありますかと。インドネシア。インドネシア。はい。タイランド。タイランド。チャイナ。チャイナ。コリア。はい。台湾。台湾。And Egypt.エジプト、エジプトまで。あ、エンドハワイ。ハワイも。なるほど。そう。なるほど、なるほど。で、松永先生もハワイはベテランなんですよね。ハワイはもう3回行きました、ね。はい、ハワイとグアム任せろっていう。はい、3回ずつ行ってますから、ね。素晴らしい。素晴らしい。で、山下さんはなんか、
聞くところによるとインドネシアに5年間住んでた後、はい、仕事でね、はい、最近去年から7ヶ月間ケイシーで日本語を学んでる途中、はい、最中に日本語パートナーズというあれはどこのあれなんですかね、国際交流基金、交流基金、国際ファンデーション、はい、ジャパンファンデーション、ジャパンファンデーションの、はい、プログラムで、はい、インドネシアのスラバヤの横にあるスラバヤ州の下、スラバヤの 下にある南にあるシドアルジョ、はい、シドアルジョっていうところに7ヶ月いたはったということで、はいはい、ちょっと楽しいお話聞いていきましょうか。はい、じゃあいいです、お願いします。 Okay, so do you have any unforgettable experiences? はい、いつも聞いてる unforgettable experience、ね、忘れられない経験、はいはい、インドネシアでありました。はい、はい、トラあるでしょう。私は現地の高校で、はい、日本語の現地人の日本語の先生と一緒に授業に入ってたんですけれども、はいはい、日本語、まあ、言葉を、まあ、教えて教科書に従って教えるんですけども、はい、具体的にものがない抽象的な言葉がありまして、うんうんうん、それを説明するのに、まあ、例えば希望という言葉があったんですけどね、希望は今自分が何か欲しいものとかしたいものとかなりたいとかそんなことを言ってたら生徒の方からいつホープとか言って、あ、英語でね、はい、はい、英語で来たなと思って、あ、そうだよ分かったねって、それで済んでしまったんですけど。なるほど、まあ、目に見えるもんやったらこれです携帯はこれですとかね、物を見せればいいんですけどね、希望ってちょっと私のじゃ頭の中にある希望とかいうわけにはいけないですもんね、はい、説明がね、なかなか、うん、なるほど、はい、そうなんですね。やっぱこうあれなんですね、直接アホにこだわってるわけです、ね、あ、そうです、はい、KC の教えがありましたんで。なんかすごい教えですよね、はい、なんかさっきちょっと理由を聞きましたけど、はい、ね、あ、直接和法じゃないと、ね、日本で教師をする場合にはいろんな国から生徒さんというか、ね、留学生来られてるんで、はい、英語ができるとは限らないんですよ ね、そうですよね。ですから不公平にならないように日本語で日本語の授業をすると。素晴らしい、さすがっすね、さすが。素晴らしい。でもまあまあ、まあ、難しいですよね、日本語、その形のないものを伝えるというか、うん、ね、やっぱ経験キャリアももちろんいりますし、そうですね、やっぱりこうその時のひらめきとかね、そうですね、大事ですよね、はい、まあ、慣れる必要があると思いますね、そうですね、なるほど、分かりました。じゃあいいです、続けて。 OK, did you eat any interesting food? あ、これ聞きたいな、はい、インタラスティングフード、これはね、食べ物大好きなのがあるんですね、インドネシアで、はい、テンペというのがありましてね、はい、で、まあ、納豆じゃないんですけども、大豆を発酵させた食品でして、テンペ、はい、で、まあ、ブロック状になってるの、はい、形はですね、でそれをそのまま食べるんですけど、私はそれを天ぷらみたいに揚げる、フライに揚げる、それテンペゴレンというんですけど、ね、テンペゴレン、はい、はい、それが向こうで食べて気に入りまして、へ、はい、もうしょっちゅう毎食食べてま、毎食毎食食べてました。朝昼晩っていうのがやっぱり私のね、一番思い出というか好きな、なるほど、なんとかゴレンとかってよう聞きますもんね。そうなんですよね、インドネシア、ね、ナシゴレン、ミーゴレン、はい、ね、なる、イカンとかね、はい、ゴレンってどういう意味なんですか。ゴレンは焼くような、焼く、だ焼き飯、焼きそば、ああ、ナシゴレン、ミーゴレンね、はい、でもこのテンペゴレンは油で揚げるっていう感じですね。はい、何つけて食べるんですか。で私はそのまま食べてましたけども、はい、まあ、向こうの調味料というかサンバルとかってちょっと辛い唐辛子系の、うん、まあ、ソースみたいなのがあるんですけどね、それつけたりとか。なるほど、結構辛いのがね、あちらはめちゃめちゃ辛いですもんね、好きですから、ね、びっくりしますよね、はい、一度テンペゴレン食べてみたいですね、はい、ね、食べれます。食べれるんですか。この枚方でも食べれますけどね。ああ、そうなんですか、はい、へえ、はい、某レストラン行けば大丈夫です。某レストラン、それは詳しくはまた問い合わせてください、ね、はい、どこにあるかは。はい、じゃあ続けて。 OK, were there any cultural differences? はい、カルチャー、文化の違いですよね。そうですね、これはね、はい、なんといってもイスラム教の、はい、ね、社会ですから、インドネシアね、はいはい、日本にいて私はもうモスクも行ったこともなかったし、はい、ないですからね、知識もなかったんですけど、向こう行くともう飛行機降りたらもうその
磯田物の世界そのままっていう感じで、はい、でまあいろいろあるんですけどもね、はい、まあ、最初に一番感じたのは1日5回お祈りがある時に、はい、近所のまあ日本のお寺みたいにそこら中にモスクがあるんですけど、そこからすごいスピーカーでお祈りですよとか、うるさい音がね、はい、なりましてね、うん、でそれを聞いてなんかインドネシア語なのかなんか、何か分からないですけどね、あれ向こうの、中東の方の言葉なんか歌ってるような、はい、なんかねそれ流れますよ、ね、多分コーランのあれですね、はい、そういうのを聞こえましてね、で夕方そういうのが聞こえてくると、はい、あ私は日本からやっぱりはるか遠く来たんだな、異国の地に来たんだという感じですよね。しましたね。なるほど、なるほど。へえ、そうなんですね。でもまあね、最近やっとインバウンドでね、あのインドネシア人とかもよく来てるんで、イスラム教とかね、ハラールとかっていうのはちょっと耳に聞いたことありますけど、今までそんな一切知らないですもんね。なるほど。いや、これは勉強になりますね。なかなか体験できないですもんね。はい、なるほどなるほど、わかりました。いやまだまだねネタ尽きないんですけど、あ、はい、後半戦に行きましょうか。はい、はい、もうあっという間の時間で本当ネタがいっぱいあると聞きたいこともいっぱいあるんですけども、まずは松永先生から告知をお願いできればと思います。はい、はい、ですね、 KC 日本語学院というのは実は日本語教師を養成している学校なんですけども、はい、先生になるための学校、なるための講座なんですね。はい、でここの学校の受講生の特徴っていうのがあって、もちろん新卒の人とか主婦の人、はい、当然先生になるんですけども、面白いところは50代60代の人が初先生としてデビューされるっていう。なるほど。50代60代で第二のデビューを迎える、セカンドキャリアと言いましょうか、というのが、はい、もううちの学校の特徴の一つ、はい、もう今日の山下さんもそうですけども、そうですね、60代デビューっていうのがやっぱ大きな特徴ですよね。うん、で今日ちょっと持ってきたのは、はい、これ実は2週間ほど前にね、はい、2年前に56歳で KC 卒業されて、56歳、はい、先生になった人が、はい、フィリピンのダバオから メールくれたんです。へー、今でも危ないんちゃうよダバオとかって。それがこの2年間すごい元気で過ごされてきて、はい、この人が偶然安倍さんがフィリピンを訪れた時に、はいはいはい、ここの大学を見学に行ってこの先生が握手してるんですよ。あ、すごいじゃないですか。でその人がねメールあったんですけど、ほんの箇所って読ませていただくとね、はい、フィリピンのダバオに来てもう早2年、はい、契約も3月で終わりですと。でミンダナオ国際大学から契約延長の誘いを受けたんですけども、まあ、新たなキャリアアップのために違うとこ行くことにしましたと。でメキシコ韓国台湾世界中で仕事ができるっていうのが日本語教授の特徴ですよねっていうのを書いていただいて、はい、そんな折ひょんなことから、日本の企業からマニラで授業と教室長と監督してくれないとっていう話があって、すごいですよ。で面白いのがね、はい、今までと違いリッチピープリになりそうです笑いフィリピンドリームですっていうのが給料がええと。なるほど。で最後にこんなこと書いてくれたんですよ、はい、これも全て KEC の皆さんのおかげだと思ってます日本語教師は夢を叶えてくれる職業ですっていうのを書いてくれたので、素晴らしい。で私思ったんです、ああ本当や、新卒の人も主婦の人もシニアの人に関わらず挑戦できる仕事だなと思ったの で、ね、もしちょっと挑戦してみないなと思う人は、はい、よろしかったらお尋ねいただいたら、はい、山下さんみたいな人がゴロゴロいてますよってお話できるかなと思いますんで、いや面白いですね。よろしかったらお問い合わせしてみていただいたら嬉しいかなと思います、はい、ぜひぜひ、はい、ぜひ日本語教員になるなら KEC 日本語いただいたらいいかなと思います。はい、はい、ありがとうございます。本当あっという間で今日もね楽しかったですね、はい、では最後いいです、締めてください。Okay, if you would like to learn more English, please stay tuned to our program. See you! Goodbye! お疲れ様でした。さよなら。